星型編。1、生地に型紙を当ててカット線でカットします。2、生地を中表に合わせて待ち針で留め、約2センチの返し口を開けて縫い合わせます。縫い終わるとこのような形になります。3、縫い代の角は切り落としてくぼんだ部分に切り込みを入れます。切り込みは縫い目を切らないように注意しましょう。4、返し口から表に返し綿を詰めます。目打ちやピンセットを使うと角まできれいに綿を詰められます。5、返し口をまつり縫いで閉じたら星型ミニクッションの完成です。小フリル付きハート型編。1、生地に型紙を当ててカット線でカットします。2、片方の生地の表側にフリルを仮留めします。3、もう1枚の生地を2に中表に合わせて待ち針で留め、約2センチの返し口を開けて縫い合わせます。縫い終わるとこのような形になります。4、縫い代の角は切り落としてカーブ部分に切り込みを入れます。5、返し口から表に返し綿を詰めます。6、返し口をまつり縫いで閉じたら小フリル付きハート型ミニクッションの完成です。大フリル付き正方形編。1、生地に型紙を当ててカット線でカットします。2、片方の生地の表側にフリルを仮留めします。3、もう1枚の生地を2に中表に合わせて待ち針で留め、約2センチの返し口を開けて縫い合わせます。縫い終わるとこのような形になります。4、縫い代の角を切り落とします。5、返し口から表に返し綿を詰めます。返し口をまつり縫いで閉じたら大フリル付き正方形ミニクッションの完成です。リボン型編。1、生地に型紙を当ててカット線でカットします。2、クッション用の生地を中表に合わせて待ち針で留め、約2センチの返し口を開けて縫い合わせます。3、縫い代の角を切り落とし、返し口から表に返します。4、綿を詰めたらまつり縫いで閉じます。5、4でできた長方形のクッションの真ん中をつまんでリボンの形に縫い留めます。6、ベルト用の生地を縦に三つ折りにします。7、5のクッションの真ん中に6で作ったベルトを巻きつけ、形を整えながら後ろ側で縫い留めたらリボン型ミニクッションの完成です。